続きましてスタートしていきましたのが角谷選手、ゼッケン11番、角谷選手です。このマシンは、LSR80 回ですね、LSR80 回、排気量は 250cc、 3倍の排気量を持っています。このスケールで250のエンジンだとすると相当プッシュすごいだろうなと思うんですが、はい、先ほど帰ってきたのは1分23秒台でから生タイムでね、このタイムで帰ってきました。鉄筋15番ただいまのタイム1分24秒26スタートしていきましたのがゼッケン24番クヤ選手ですね。クヤ選手がスタートしていきました。この選手はネット X10R ですね。ネット X10R で走っています。1分23秒前半ですね。1分23秒前半で帰ってきています。メダルに1つついておりますが、23秒が生タイムということで第1ヒートの結果。さあ、角谷選手が最終セクションを終えてゴールです。ゼッケン11番ただいまのタイム1分22秒623、約1秒ぐらい。